タンパク質のですね、拡散係数に関する、普遍的な法則を発見したので、その内容を紹介したいと思います。これはフィジカルレビューレターの方に、出版された内容になっています。タンパク質っていうのはですね、こういう形のですね、構造をしていまして、紐状の、ものが、ぐらぐらと揺らいでいるような、そういう、ものになっています。で、それが、フォローディングやアンフォローディングを繰り返しながらですね、水溶液中で、形を変えています。で、こういった形が変わっている系の拡散性に関してはですね、まだ、分かっていないことがありまして、今回の、論文でですね、その形が変化しながらも拡散係数がですね、ある普遍的な法則に、成立するということを発見しました。で、まずは簡単に拡散の話からですね、また始めたいと思います。で、まずそもそも拡散というのはどういう現象かといいますと、まずこのブラウン運動というのがまず基本であります。で、ブラウン運動っていうのは、水分子よりははるかに大きいような粒子なんですけど、我々の身の回りのですね、スケールからすると非常に小さい微粒子ですね。微粒子っていうものを水の中に入れた時の運動になります。で、この絵に書いてある通り、微粒子をですね、水の中に入れると、水分子とコツコツですね、ぶつかることによってですね、水分子の水の中をランダムな運動をします。これが、例えばこの赤で書いたような軌跡になっていまして、水との衝突によって、こう動いていくと。なので、別に何もですね、力を加え、外から見ると水だけなので、力を加えてないように見えるんですけど、非常に、小さな力を受けながらもこう動いていくというような、こういう現象になっています。で、これが拡散と呼ばれているものなんですけど、この拡散をですね、特徴づけるものとして、まず平均二乗変異というものがあります。で、これが、文字の通り、変異ですね、変異を二乗して、それを平均したものです。で、この左辺というのが平均二乗変異になっていますが、通常のこのブラウン運動ではですね、これは時間とともにこの平均二乗変異というのは増大していきます。この t が時間になります。で、この比例定数、この d、2つ d ありますけど、この大文字の方の d、これが拡散係数と呼ばれているもので、これが拡散のですね、度合いを表しています。で、この小文字の d の方は言うと、次元です。1次元、2次元、3次元の時で、その比例定数が変わってきますので、この d というものを使っています。で、これが一般的なですね、ブラウン運動の性質になります。で、この D というものが、要はどれだけ拡散しやすいかというものを表している量なんですけど、これはですね、実はそのストークス・アインシュタイン、の法則がありまして、この D、どういうふうに特徴付けられるかというと、基本的にはですね、粒子を球形の粒子と思ってあげると、この半径で決まってきます。具体的には、この D、先ほどの拡散係数っていうのが、この eta、これが粘性です。で、この R が半径で、T が温度。で、KB がボルツマン定数と。こうしますと、こういった関係で書けるということが分かっています。で、ただし、この関係っていうのは、当然、この球形であったりとか、その形が変化しないっていう、こういう過程がもちろん入ってきます。で、こういう過程のもとで、この D というものが、R 分の1に比例するということが分かるということですね。で、ではこういったこの関係式ですね、この関係式をこのタンパク質にですね、拡張したらどうなるんでしょうかというのがまず一つの疑問であります。で、これは、すでに先行研究ですね、研究されていまして、大体このね、タンパク質を、ある、半径でですね、こう覆ったような、その半径である球形で特徴づけるにはどうすればいいかというものとして、この RG というのがありまして、これが完成半径。ラリオス・ブ・ジャイレーションということになります。で、この RG で大体特徴づけられるんじゃないかというふうに考えられています。で、この RG、細かい定義としましては、この重心からの変異の二乗の平均ですね。各分子が、この重心からどれぐらい離れているかというもので、この半径を見積もっています。で、この時のですね、実験やシミュレーションなど考えていくと、分かってきていることっていうのは、
まあ、およそこの R、先ほどのストークス・アインシュタイン現象と同じように、R 次分の1に比例するだろうということが分かっています。で、ただしですね、この RG、これはですね、最初に言ったように、このタンパクっていうのは水の中に入れてても勝手にですね、こう、フォールディング・アンフォールディングという形で形が変わっていくわけですね。なので、この RG っていうものは、まあ、あくまでこれ平均として、特徴付けられるということで、この拡散、この拡散自体は、まあ、形が変形しようがですね、先ほどの定義から、平均二乗変位を計算して、それの線形性から傾きを見ればいいということで、D は決まります。で、この時の特徴付けるこの RG はどこの RG なんですかというと、まあ、平均値であろうというふうに考えられています。で、実際、まあ、こういった関係が成り立つということは確認されてきています。しかしな、何度も言ってますが、この RG っていうのは、変わっちゃうんですね、時間とともに。で、じゃあ、その瞬間瞬間で見たときに、この RG が変わってしまってるわけなんで、D も変化してるんじゃないかというふうに、我々は考えて、研究を進めてきました。で、これが実際のですね、この RG の時間変化は、こういう形で表しています。こんな感じですね。で、これ見たら通り、ここがまあ実際のこの時の、タンパクの構造になってますが、こういう折りたたんだ構造があったりとか、こっち側に来るとですね、ちょっとあのの伸びたような構造があったり、で、また折りたたんだ構造があったりというような形で、何個かですね、構造が、違う構造がですね、明らかに違う構造っていうのがあっています。で、これがフォローディングであったり、アンフォローディングと言われているもので、かなり準安定状態というか、かなり長い時間、こういった形で、同じ形をした状態が持続していきます。で、我々のですね、考え方としては、これはですね、拡散性にやはり影響するんじゃないかというふうに考えています。なので、拡散性も時間とともに変化していく。でプロテインの構造が変化すると同時に拡散性も変化するという、こういうことを考えるわけですね。で、この、この RG とですね、この拡散性がどう関係しているかっていうのを今回初めて発見し明らかにしました。で、じゃあですね、まずどうやってその局所的な拡散性っていうのを特徴づけるかということがまずあります。で、これ、僕のですね、2017年の論文でですね、ちょっと提案しまして、まあ、これ、いくつか、これ、手法あるんですけど、この、以前の、手法を使ってですね、この、拡散性を特徴づけていきます。で、まず最初にですね、その、瞬間の拡散係数というのをですね、定義します。で、これは、ちょっと細かい話になるんですけども、こういう式で、なりまして、いくつかパラメータがあります。パラメータがあって、このパラメータのチューニングがちょっと一つ、重要なポイントにはなるんですけど、漢字としてはですね、平均二乗変位ですね。平均二乗変位を使って、それをそのウィンドウでこう区切っていくと。この今の場合だとですね、あってますね。t 引くデルタ t のウィンドウでですね、こうずらしていきます。この t アスタリスクまでずらしていって、t 引くデルタ t のウィンドウの中で平均二乗変位を計算します。で、そこから拡散性を出すと。この DT、この T アスタリスクっていうのが、T アスタリスクでの拡散係数ということになります。で、まずこれでローカルにですね、拡散係数をもう時々刻々こう追っていくということをまずやっていきます。で、じゃあこの T 引くデルタ T いくつにすればいいんですかという、それがまず問題になるわけですね。あと、デルタいくつにすればいいんですかという問題があります。で、ここで t 引くデルタ t の今適当にですね、パラメータとして振ってあげて、で、重要なポイントはですね、さっき の構造変化とともに拡散係数が変わるんではないかと予想してますので、あるところでなんか拡散状態が一気に変わるような点っていうのがあるというふうに仮定します。なので、その点を探すわけですね、あとは。まあ、例えば拡散状態、低い拡散状態から高い拡散状態に変化したと。で、その、変異っていうのは非常にまあ瞬間的に起こると。そうすると、低い状態と高い状態っていうのの、そのトランジションポイントっていうのが出てきますね。逆に高い状態から低い状態という形で、その遷移する点っていうのは、時間っていうのが出てきますので、そこをディテクトしてあります。で、詳しくはちょっとこれ省略しますが、検定などをかけてですね、どこに、そういった拡散状態の転移点があるかっていうのをまず見積もっていきます。
で、その見積もってあげて、で、その後にまたさらにそこで時間平均取って、拡散、そこの状態での拡散係数っていうのを求めていくという、大雑把に、大雑把に言うと、まあ、こういうことになります。で、具体的にはこんな感じの時系列になってきます。例えば、一番最初のですね、この上の図っていうのが、もともとの、TDC ですね、この DT の時間変化を見ています。で、そうするとこんな感じにガーッと変わっていきまして、で、あるところでスレッショード切ってあげて、低い状態から高い状態への変化の点っていうのを見積もっていきます。で、そこの点で、検定をかけて、これは実際に高い状態から低い状態に行ったのか、もしくは低い状態から高い状態に行ったのかっていうのを検定にかけてあげて、で、最終的にはこういった形の図を作っていくという、こういう状況になります。そうすると、このある状態までずっと拡散、高い状態の拡散から低い状態になって、低い状態が高い状態になるというような、この遷移っていうのがですね、データから見れてこれるということになります。で、この手法を使ってですね、見てくると、RG とこの先ほどの瞬間の拡散係数って、これを見たとき、非常によくですね、相関があるというのがわかります。これは相関していると。具体的にはですね、RG が小さいときに、TDC が大きくなると。で、RG が大きいときに TDC が小さくなるというような、こういった相関が見えます。で、これをプロットしてあげると、こういう形になってまして、我々の、新しくですね、発見した法則としましては、この RG プラス R0、R0 はまあフィッティングのパラメータですね。RG プラス R0 分の1に比例すると。いうことが分かりってきました。つまり、これはですね、瞬間瞬間でタンパクがこう形を変えていくんですけど、その瞬間瞬間の形に応じて拡散性も変わっていますよということが分かりました。で、この RG なんですけど、この RG の意味はですね、これは、まあ、我々の解釈としましては、タンパク質の周りの水ですね、水っていうのは、これなんか、まあ、当然、タンパク質にくっついているわけではないんですが、非常に第一層と呼ばれている水ですね。タンパク質に直、隣に ある水っていうのは、かなり相互作用強いです。なので、あたかもですね、このタンパク質をこうラップするような役割をしていると考えられていまして、この水和層、これが RG、R0 の、意味だというふうに解釈されます、絵で描きますとこんな感じになってまして、例えば RG ですね。RG がまあこういうぐらいの大きさ。ちょっとこれは大きさは適当に書いてますので正確ではないです。で、水1個分ですね。水1個分ぐらいがなんか R0 になってるというのがあって。で、こんぐらいの大きさの球がまあ拡散しているような、そういうような振る舞いをしているという、まあそういうことになります。これが今回のね、我々の発見のメインの結果になってまして、これ、他にもですね、いくつかのタンパク質を使ってやってみました。で、ちょっと少し規格化してあげて、KBT 分のですね、あと粘性で割ってあげて、やってみるとですね、これ、きれいにですね、一つのカーブに乗るということが分かりました。こちら側、こちら側がですね、同じ、このシニョリン、今回使った、すみません、タンパク質説明しませんでしたが、シニョリンというタンパク質を温度を変えてですね、やってみると、このような形で1個のチェーンだと。で、これがまあ、この RG プラス R0 分の A ということになります。で、この A は KBT 分、KBT オーバーイーターと、エーターという形で書けるということですね。で、他にもですね、ビリンというものを使ってやってたり、WW ドメインというタンパク質の一部を使っても同じような法則が見られます。これちょっとここのところはですね、ずれますが、同じこの RG プラス R0 分の1という形で書けるということが分かりました。ということで、この関係式はかなり普遍的に成り立つということが、今回のシミュレーションですね、明らかになりました。はい、まとめますとね、こんな感じになってまして、このタンパク質の形状というのは時間とともに変化しますと。で、その時間変化と、時間、タンパク質の形状に応じて拡散性が変わっていきますよと。で、具体的にはこの、DI、と書いたこの拡散係数というのが RG プラス R0 分の A という形で書けるということになります。
で今回、このね、いくつかの、具体的なタンパク質を使ってやったわけなんですけど、これかなり普遍的になりたないかと考えています。Let's get it.